1970から71シーズンの UEFA チャンピオンズカップはアヤックスがパナシナイコスを決勝で下して優勝した。アヤックスにとってこれは最初の優勝であり、このシーズンから3連覇を果たすことになる。このシーズンより2試合の合計が並んだ場合の勝敗決定について UEFA はコイントスに代わって PK 戦を初めて導入した。UEFA はまた、 アウェーゴールルールを最初の2ラウンドだけではなく、大会全体に適用することも決めた。前回優勝のヘイノールとは1回戦で、ウターラドに敗れた。レフスキスパルタク V アウストリアウィーンアウストリア、ウィーン V、レフスキスパルタクアウストリアウィーンが合計スコア4の3で勝利。カリアリ V サンティティエンヌアトレティコマドリード V、 アウストリアウィーンローゼンボリー V スタンダール、リエージュヨーテボリー V レギアワルシャワ17ルントリティラナ、V アヤックススパルタクモスクワ V バーゼルグレントラン、V ウォーターホード、ユナイテッドセルティック VKPV フェネルバフチェ V カール、サイスエーナスポルティング CPV フロリアーナ、V ペシュトドージャ V レッドスター、ベオグラードフェイノールト V ウタラド EPA ラルナカ、V ボルシアメンヒエングラートバフハイバートン V、 ケフラウィークジュネスエシュヴイ、パナシナイコススロバンブラチスラバ VB1903 サンテティエンヌ V カリアリカリアリが合計スコア3-1で勝利アウストリアウィーン V アトレティコマドリードアトレティコマドリードが合計スコア4から1で勝利スタンダールリエージュヴローゼンボリスタンダールリエージュが合計スコア7-0で勝利レギアワルシャワ V オーテボリレギアワルシャワが 合計スコア6から1で勝利。アヤックス V17 ヌントリティラナアヤックスが合計スコア4から2で勝利。バーゼル V スパルタクモスクワ合計スコア4から4で並びアウェーゴールによりバーゼルが勝利。ウォーターフォードユナイテッド V グレントランウォーターフォードユナイテッドが合計スコア4から1で勝利。KPVV セルティックセルティックが合計スコア14から0で勝利。 カール・ザイ・スイエナ・ブイ・フェネル・バフチェ・カール・ザイ・スイエナが合計スコア5の0で勝利。フロリアーナ・ブイ・スポルティング・シー・ピースポルティングが合計スコア9から0で勝利。レッドスター・ベオグラード・ブイ・ウイッペシュと同ジャレッドスター・ベオグラードが合計スコア4の2で勝利。ウターラド・ブイ・フェイ・エノールと合計スコア1から1で、並び、アウェイゴールによるウターラドが勝利。 ボルシアメンヒエングラートバッハ VEPA ラルナカ、ボルシアメンヒエングラートバッハが合計スコア16から0で勝利。ケフラビーク V エバートンエバートンが合計スコア9から2で勝利。パナシナイコス V ジュネスエシュパナシナイコスが合計スコア7から1で勝利。B1903V スロバンブラチスラバスロバン、ブラチスラバが合計スコア4から3で勝利。 カリアリ V アトレティコマドリードスタンダールリエージュ V レギアワルシャワーアヤックス V バーゼルウォーターフォードユナイテッド V セルティックカールザイスイエーナ V スポルティング CP レッドスターベオグラード V ウターラドボルシアメンヒエングラートバッハ V エバートンパナシナイコス V スロバンブラチスラバアトレティコマドリード V カリアリアトレティコマドリードが合計スコア4から2で勝利レギアワルシャワ V スタンダールリエージュレギアワルシャワが 合計スコア2から1で勝利。バーゼル V ア X アックスアヤックスが合計スコア5から1で勝利。セルティック V ウォーターフォードユナイテッドセルティックが合計スコア10から2で勝利。スポルティング CPV カールザイスイエーナカールザイスイエーナが合計スコア4の2で勝利。ウターラド V レッドスターベオグラードレッドスターベオグラードが合計スコア6の1で勝利。 エバートン V モルシアメンヒエングラートバッハ合計スコア2から2で並び、PK 戦により、エバートンが勝利。スロバンブラチスラバ V パナシナイコスパナシナイコスが、合計スコア4から2で勝利。アトレティコマドリード V レギアワルシャワ、アヤックス V セルティックカールザイスイエーナ V レッドスター、ベオグラードエバートン V パナシナイコスレギアワルシャワ V アトレティコマドリード合計スコア2から2で並び。 アウェイゴールによりアトレティコ・マドリードが勝利。セルティック・分イアヤックス・アヤックスが合計スコア3から1で勝利。レッドスター・ベオグラード V カール・ツァイスイエーのレッドスター、ベオグラードが合計スコア6の3で勝利。パナシナイコス・ブイエバートン合計スコア一から一で、並び、アウェイゴールにより、パナシナイコスが勝利。アトレティコ・マドリード・分イアヤックス・レッドスター。 ベオグラード V パナシナイコスアヤックス V アトレティコマドリードアヤックスが合計スコア3から1で勝利。パナシナイコス V レッドスターベオグラード合計スコア4から4で並び、アウェーゴールによりパナシナイコスが勝利。アヤックス V パナシナイコス1970から71ヨーロピアンカップの得点ランキングは以下の通り。ありがとうございます。